余裕だったんだ。うん、全然。え、でもうち今日4時5時まで起きてたよ。超説教したのに。あ、そうなんだ。一緒に見たの。一緒に見たの。お待たせしました。ふみや性格悪い。あいつだけなんだよね。みんな同じとこから来とうけんさ、まだいいけどさ。めっちゃ声でかいしさ、それでさ、